失明とは、それまで、視力のあったものが、何らかの理由で視力を失ったことである。何らかの疾患や、成長期のビタミン A 不足などの栄養不良や、メタノールの引用など有害な物質の影響や、外傷など、様々なことが原因となりうる。この内外傷が原因である場合には、しばしば片目だけ失明になる例も見られる。この片目だけ失明した状態を反毛という、 これに対して、両目とも失明した状態は、全盲という。なお、日本語において、失明は、中途失明の意味で用いられることが通常であり、生まれつきの盲目である、先天盲に対しては、失明と言わないことが普通である。最大限の視力矯正を行った状態で、良い方の目の視力が3、60未満を失明と定義している。失明は、視力障害の中で、 最も重度の状態である。ただし、厚生労働省の目の障害に関する障害等級認定基準によれば、一口に失明とは言っても、明暗の弁別すら不可能である状態だけではなく、明暗の区別は可能な状態である、広角弁に加えて、眼前の手の動きならば、認識可能な状態である手動弁も含まれる。なお、視力障害の段階の中には、 完全の指の本数であれば数えられる状態である、指数弁と呼ばれる状態があり、この指数弁が失われた時点で、失明に分類される。中途失明者に対するリハビリテーションとは、視力の再獲得を目指すことではなく、失明した状態であっても自立した生活を行うための技能を獲得することを目指して行われる、ものである。例えば、 視覚障害者の日常生活に必要な視覚に頼らない周囲の状況把握の訓練や視覚がなくとも日常生活を送れるような動作の訓練などがある。他にも日本では盲人安全杖を室内や屋外で正しく扱えるようにする訓練や展示教育なども行われる。さらに日本の場合、あんまマッサージしやつし、針し、 休止のような職業訓練を行う場合もある。日本ではこれらの訓練が視覚障害者構成施設、身体障害者福祉センター、盲学校、展示図書館、盲導犬協会などで分担するような形で実施されている。自宅のような品回に使用する場所においては認知地図の作成を目指し、日常生活での歩行に支障がないように訓練を行う。また、 屋外では手引きするもの,の上腕部を軽く握った上で歩行を行う手引きによる歩行の訓練や盲導犬などを利用できる場合はその扱いの訓練や盲人安全杖を用いた歩行の訓練などがある。さらに、例えばいつもパンの焼き上がる匂いのする場所など資格を用いないランドマークを利用できるようにする訓練なども行われる場合がある。他にも エスカレーターやエレベーターの利用、公共交通機関の利用などを安全に行えるようにする訓練なども必要である。展示を読解する訓練のほかに、すでに文字を習得している者が中途失明した場合などには、資格がなくとも通常の文字を書けるようにハンドライティングと呼ばれる訓練を行う場合もある。また、パソコンをブラインドタッチで利用し、 音声による読み上げソフトウェアも併用することで文書作成ができるようにする訓練が行われる場合もある。例えば、以下のような訓練が行われることがある。例えば、白内障に伴う失明であった場合は、手術によって視力の再獲得が可能である。このようなこともあって、21世紀現在において、日本では白内障が原因で失明に至るケースは少ない。 しかしながら、医療の発展途上国においては多く見られ、未だに世界の失明の原因の一位を占めている。このような例に対し白内障手術を行うことにより、視力の再獲得が可能となる。同様に手術の原因による、ガラス体出血に対しガラス体手術を施行することにより、視力の再獲得ができるケースがある。また先進国においては、医療技術が高く、また、 医療資源が医療の発展途上国よりも投入できる資源が多いため上記に挙げた手術においても再獲得し得ない例に対して何らかの試みが試みられている具体的な例を挙げると失明した人の眼球の周りにカメラからの映像を受信するための機械を取り付けそこから眼球の周りの機械から伸びる動線と繋がった脳の四角やに端子を埋め込んだ上で カメラを搭載したメガネをかけ、そのカメラの映像を眼球の周りの機械に送信させ、動線を介し、端子が埋め込まれた脳の四角矢に直接クロッシングさせるというものである。また網膜移植を試みた例もある。失明したものからの視点は、ぼやけた白世界で深い霧の中にいるという感覚である。世界の失明の原因は、2010年度の風のデータでは、 以下のようになっている。日本における失明の原因の1位は緑内障である。欧米においては加齢を反変性が最大の原因となっている。幼少期の失明に関してはサブサハラなど更新地域を中心にビタミン A の不足などの栄養不良が原因となる例がある。視覚障害者の約90%は発展途上国に居住している。 先進国の主な失明原因は、過励を反変性、緑内症、糖尿病網膜症である。風は2012年には全世界におよそ2億8500万人の視覚障害者が存在し、うち完全な失明状態にあるものは3900万人に上ると推定している。また、視覚障害者の割合自体は減少傾向にあるものの、 寿命の伸びに伴う高齢化の進行によって、失明者数は今後増大し、2050年には1億1500万人が失明状態になるとの推定も存在する。日本においては、2009年の段階で、視覚障害者が約164万人、うち完全な失明者が18万8000人に上ると推定されている。 脳卒中などの後天的な脳の障害によって左右どちらか半分だけの認識がうまく行かない反則空間虫という状態を生ずることがある。反則空間虫があるとあたかも片目が見えていないようにも感じられるかもしれない。しかしながら反則空間虫と片目だけが失明した状態である反毛とは全く違った状態である。反毛は あくまで片目の視力が失われているだけであって、視力のある方の目を使えば左右どちら側も見て、認識することが可能である。反毛であっても、反則空間虫がなければ、たとえ視力のない目でないと見えないような場所であっても、例えば、その場所が首を動かして、視力のある側の目の視野に入るようにすることによって、その場所を見て、そして脳はその場所にあるものを認識することができる。 これに対して、反則空間虫の場合は、仮に、両目の視力や視野に、一切の問題がなくとも、左右どちらかの認識が難しいのである。反則空間虫がある患者の場合、虫のある側も見えているはずなのだが、脳がうまく認識できないのである。なお、認知症などがなく、自身に、反則空間虫があることを患者が十分に理解、できた場合、 反則空間虫が改善するといったことも起こり得る。当然ながら、反応の場合は、たとえ患者の知能がどれだけ高くとも、失明した側の目で物を見て認識することは、不可能である。第2障害等級認定の基準。目の障害に関する障害等級認定基準。厚生労働省。2016年3月25日閲覧。 グローバルデータ ON ビジュインペアメント2010ページナンバー3閲覧2015年11月30日緑内障統合的分子診断法の確立と実証行政効果報告行政効果報告その他行政的観点からの成果閲覧2015年11月30日患者由来 iPS 細胞を用いた過励応反編成の病態解明 治療法の開発研究2014年、厚生労働科学研究成果データベース閲覧。2015年11月30日、ビタミン A 欠乏症。ユニセフ、2018年4月13日閲覧。AB、ビジュアルインペアメントブラインドネスファクトシート N282。2015年5月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2015年5月23日閲覧。バンス、C ・ウォーマルド、R ・リーディング・コゼス・オブ・セルタフィケーション、フォーブラインドネスパーシャル・サイト・イン・イングランドウェールズ。BMC ・パブリック・ヘルス6、58、ドイ、10.1186、14712458658、PMC 142万283、プミロ1652万4463、https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュ articles スラッシュ pmc1420283 スラッシュ。 https://www.bbc.com スラッシュジャパニーズスラッシュ40810904視覚障害者の数世界で2050年までに3倍に bbc2017 年8月3日2020年1月14日 https コロンスラッシュスラッシュ www.gankaikai.or.jp スラッシュプレススラッシュ20091115ソーシャルコスト pdf 視覚障害がもたらす社会損失額8.8兆円視覚障害から生じる生産性や QOL の低下を 初めて資産遮団法人日本南海会平成21年9月17日2020年1月14日、閲覧。ありがとうございます。